とべ、新時代の幕開け、東京ドームで迎える初の超大規模コンサート。東京を拠点にする芸能事務所とべが、企画アーティストである三宅健氏を中心に、所属する全タレントが一堂に会する初の取材会を開催しました。その中で、とべは東京ドームでの初の超大規模コンサート。 デューヒーローイーズケラトーブファーストスーパーリブからお控え、出演するメンバーたちが意気込みを語りました。本校では、トベのこれまでの歩みや新たな挑戦に込められた意味に迫ります。トベとは何か、今年の3月に設立が発表されたトベは、滝沢秀明氏が代表取締役を務める新進気鋭の芸能事務所です。 旧ジャニーズ事務所を離れたタレントたちが続々と加入し、現在は25人ほどの練習生も含めた多彩なメンバーで構成されています。トべのスピーディな成長には、滝沢市の経験豊富な手腕がか間見え、業界内外で注目を集めています。初の超大規模コンサートへの挑戦、トべが初めて挑む東京ドームでのコンサートは、 全タレント13人が一堂に会する記念すべきイベントです。東京ドームは彼らにとって聖地であり、かつて所属していたジャニーズ事務所時代にもステージに立った場所、計22万人の動員を見込むというこの大規模なライブに向けて、メンバーたちはそれぞれの思いを胸に刻んでいます。三宅健の言葉、トベの所属タレント最年長である三宅健は、 滝沢秀明氏の派手な一面に触れ、滝沢派手なの好きだなって、とにっこり。そして、やっぱりとべとして2発目のコンサートになるから、そこは彼としてはガツンと全員で盛大にやりたかった、そういう感じだと思いますね、と、初の大舞台に胸を張って臨む決意を語りました。 メンバーたちの意気込み、北山博光は東京ドームをアーキスト誰もが目指す場所でもあり、怖くて口に出せない場所でもある、と表現し、かなりの挑戦、だと認識。神宮寺雄太も、特別な場所だからこそ難しい、としながらも、すべてのお客さんに楽しい思い出を提供したいとの強い意志を示しました。 キシユータはライブの見どころに触れずにユーマーを交え、もう全部見てほしい。今は企業秘密なのでちょっとそんなに言えない。とファンをワクワクさせました。トベの成長と展望。トベは今年3月に設立され、旧ジャニーズ事務所を離れたタレントたちが集結。滝沢氏のもとでスピーディに体制を整え、現在は25人ほどの練習生も抱えています。 三宅県は、スピード感があって、すごく今の時代に合っている人、と絶賛し、平野紫耀も、滝沢くんはすごく器が大きくて男気のある方。僕たちが本当にやりたいことを言って、具現化させてくれる。より研ぎ澄まされたものをやれているような感じがします。と、トベの成長を称えました。イムップ、の世界デビュー、トベに所属するイムップ。 は、旧ジャニーズ事務所で JR、うちグループとして活動していたメンバーが集結し、今年8月に世界デビューを果たしました。リーダー影山拓也は、この短期間でメンバーそれぞれ十何年と夢に見てきたことがすごく凝縮された、と喜び、大統領付きは、ライブまでに少しでも東京ドームに似合う男に成長したい、と決意を語りました。 トベが東京ドームで迎える初の超大規模コンサートは、所属タレントたちにとって新たな一歩であり、ファンとの再会を心待ちにした特別なライブとなることでしょう。滝沢秀明氏の手腕とトベのスピーディな成長に注目が集まる中、彼らが切り開く新たな時代が期待されます。